引き続きまして的場委員,委員民主建政会の的場豊です最初の質問は社会全体の経済活動で生み出された理順税の再分配についてお伺いいたします 湯崎知事は2009年の知事選に初当選されてからの3期12年、県庁の先頭に立ち、県政運営を進めてこられました。リーマンショック後の世界的な経済環境の悪化に伴う県経済の立て直し、県内における新たな企業・創業を後押しするためのイノベーション施策の展開、観光信号では行政ではこれまであまり使われてこなかった斬新なフレーズを用いた観光誘客等と合わせ、 県財政の立て直しにも取り組まれました結果豪雨災害での被害新型コロナウイルス感染拡大前までは堅調な県内経済環境を生み出し県内総生産を見ても知事就任前の2008年度から10年後2018年度の実質成長率の伸び率は5.7%となりましたこの間の新規企業事業所数は年平均で 2000件程度が創業し、また観光客数も872万5000人の増加となり、それに伴い、県税や地方贈与税などの税収入等も15.3%の増となっております。4期目の舵取りも、度重なる豪雨災害やコロナ禍による冷えした県内経済を再興するための経済政策を強力に推し進めていただければと思います。ですが私自身は 4期目の湯崎知事の県政運営にあたっては、これまでの経済政策で進めてきた理順、税、いわゆる果実の再分配の政策に注視していきたいと考えています。生活困窮世帯への対応、子育て世帯への支援、教育環境の整備、雇用対策等の命が脅かされている生きるための製造権を守り、人権を規定に据えた施策に再分配を行う。 県行政の推進が必要だと考えていますそれはなぜか。これまで見えにくくされていた格差社会の社会的課題の背景がコロナ禍によってあぶり出されたのではないでしょうか。日本の賃金は経済協力開発機構 OECD 各国と比べても22位と定位にあり、厚生労働省が示す実質賃金指数は2015年100に対し2020年は98.6となり、 物価の上昇に賃金が追いついつておりませんさらに2019年国民生活基礎調査では全体の相対的貧困率は15.4%子どもの貧困率は13.5%と子どもの7人に1人が生活困窮のいわゆる貧困状態にありますまたコロナ禍の県内において社会福祉協議会が生活に困った世帯に貸し付けている生活福祉資金が 27, 件件延長再貸付ががとなっててており生活困窮の厳ししさが表面化してきています分配機能が県内の生活に困っている方々の隅々にまで行き届いていない結果の顛末ではないでしょうか。非正規の不安定雇用、突然の解雇、働いても働いても暮らしが楽にならないと、親の就労状況やマルトリートメント、 不適切な養育によって学びたいけど学べない、進学したいけど諦めなければならない、子どもたちの将来の夢や希望を打ち砕いてしまう社会的課題に届く財政措置と政策が必要です。そこで、知事3期12年で進めてきた経済政策の成果、課題、そして4期目のスタートにあたり、生活困窮世帯への対策、子育て、福祉の充実、教育環境の整備、 雇用対策への税の再分配について、知事のお考えをお尋ねいたします。湯崎知事。私はこれまで平成22年に策定した広島未来チャレンジビジョンに基づき、その目指す姿の実現に向けて、人づくり、新たな経済成長、安心な暮らしづくり、 豊かな地域づくりの4つの政策分野を相互に連関させ、相乗効果をもたらしながら、好循環する流れの創出に取り組んでまいりました。このうち新たな経済成長を、えー、循環を推進する活力のエンジンと位置づけて、県内経済の持続的な発展に向けて、イノベーションの推進と県内産業の競争力強化、産業人材の育成、集積などに注力した結果、県内総生産や1人当たりの県民所得は着実に増加し、 総観光客数や観光消費額も増加するなど、一定の成果を創出してまいりました。一方で、引き続き対応すべき人口減少、少子高齢化の進展や、格差社会への懸念に加えて、コロナ禍で顕在化した医療提供体制の課題、社会生活全般にわたるデジタル化への遅れ、加速する東京圏への一極集中といった構造的な課題、さらには、 災害の激甚化と頻発化などによって県民の皆様の将来に対する不安も非常に高まっているものと受け止めておりますこのため昨年策定いたしました新たな安心誇り朝鮮広島ビジョンでは目指す方の実現に向けてまずは県民の皆様が抱いている様々な不安を軽減し安心につなげていくことをビジョンの基礎に置いたところでございます 具体的には産業分野に限らず、子育てや健康、福祉医療といったさまざまな分野でのイノベーションによる不安要素の削減や、これらの分野に加え、雇用労働の分野における多様なセーフティーネットの構築、乳幼児期から社会人までの一貫した学びと人材育成の推進、多様性を認め合う、支え合う地域共生社会の推進などの観点から施策を展開してまいりたいと考えております。 今後も喫緊の課題であります、新型コロナウイルス感染症対策に注力するとともに、県民の皆様の不安を軽減する取り組みを進めて、安心につなげることで、お一人お一人が夢や希望に挑戦し、それぞれの欲張りなライフスタイルが実現できる広島県となるよう、引き続き力を尽くしてまいります。渡場委員、たくさん答えていただきまして、はい、ありがとうございます。 あの意気込みも聞かせていただきましたので、次に再分配の質問に入っていきたいと思います。次に、児童・生徒の学びく教育条件である教育費の財源確保と教職員の配置について質問いたします。OECD 加盟各国の図表で見る教育の資料によると、2018年の日本の教育における国内総生産に占める高財政支出の割合は、OECD 平均4.1%を大きく下回り、加盟国中、 最下位のとなっていますす残念です次に、広島県の歳出総額に対する教育費の割合は、2019年度決算では20.4%で、47都道府県中31位、2020年度決算では17.2%と、さらに低くなっております。さらに、文部科学省発出の2019年度地方教育費調査報告書によると、 児童1人当たりの小学校教育費は38位中学校は40位と全都道府県の中でも下位の状況です非常に残念です広島の将来を憂うとき県経済や社会持続可能な地域活動を担う人材の育成が必要なのは言うまでもありません特に生活に困窮し不利な環境にあえいでいる子どもたちの健康と教育に積極的に再分配し先行投資することは 必然でではないでしょうか以前、与得で知事と教職員の正規職員課の人件費のやり取りもしましたが、その時の答弁では、教育委員会と連携し、財源確保に努めると強調されました。そこで広島県における教育費への分配が少ないことに対する知事の見解についてお尋ねいたします。湯崎知事 本県では、広島で学んで良かったと思える、広島で学んでみたいと思われる、日本一の教育圏の実現に向けて、学びの変革をはじめとして、さまざまな施策を展開しておるところであります。この結果、乳幼児期に育みたい5つの力が育まれている年長時の割合の増加や、全国学力学習状況調査における全国トップ圏との差の縮小、主体的な学びが定着している児童・生徒の割合の増加、 高校段階での留学経験者数が全国トップレベルに到達、学びの変革を先導的に実践する広島一学園が国際バカロレアの認定校となるなど、着実に成果が現れてきております。なお、委員ご指摘の元年度における本県の歳出総額に占める教育費の割合20.4%、47都道府県中31位という状況でありますが、 本県と同様に、政令指定都市を有する団体におきましては、教職員給与の負担権限が市に移されておりますので、比較的教育費の割合が低下をするという傾向にありまして、平均が20.6%と、本県とほぼ同水準となっております。こうした中で、昨年度は私が議長となって、総合教育会議を開催して、県民一人一人が自身の能力と可能性を最大化し、 夢や希望に向かって挑戦することができるよう、令和7年度までの5年間を計画期間とする、広島県教育に関する対抗を策定したところでございます。この大綱におきましては、これからの社会で活躍するために必要な資質能力の育成を目指した学びの変革をさらに加速させていくこととしております。今後もこうした方針に基づきまして、教育委員会としっかり連携しながら、教員の確保とその資質能力や専門性の向上、 あらゆる教育活動において、日常的にデジタル機器等を活用できる環境の整備と、児童・生徒の主体的な学びを促す教育活動の基礎の充実、老朽化対策の推進など、安全安心な施設の整備と、教育関係の質的向上を図るための,施設,整備の施設設備の整備などの取り組みを進めることとしており、そのために必要となる財源の確保に努めてまいりたいと考えております。 また次に教職員定数に対して臨時教員を配置している割合、いわゆる結合率改善に向けた中長期採用計画の達成状況について質問いたします。2019年度に県教委が公立学校教員採用候補者選挙による中長期採用計画を策定、公表されて以降、我が会派は文教委員会の審議において、結合率の状況や臨時教員の配置状況について質疑、確認を続けてきました。 子どもたちの最も大切な教育条件は教職員であることは論を待ちません。計画策定から2年が経過し、折り返しを迎えており、目標達成の状況分析が必要です。さらには小学校における35人学級の導入、教科担任制の導入、教職員の定年延長制度の導入など、計画策定後の状況変化にも対応しうる、目標値達成に向けた採用計画の再検討と合わせ、財源の確保が必要です。 そこで、県の教育行政のトップである教育庁にも同様に、広島県における教育費への配分が少ないことに対する受け止めをお尋ねします。併せて、中長期採用計画の目標年である2024年の達成見込みの状況、その後のさらなる本社化に向けた定数内臨済解消に向けた具体的な方針をお伺いいたします。教育長 本県では、昨年度、広島県教育に関する対抗を策定し、一人一人が生涯にわたって主体的に学び続け、多様な人々と共同して新たな価値を創造する人づくりを目指して、計画的に取り組みを進めているところでございます。具体的には学びの変革に向けた主体的な学びを促す教育活動の推進や、デジタル機器を活用する環境の整備などのさまざまな教育施策に取り組んでいるところであり、 こうした県のの施策に必要な予算は確保できてているものと考えております。次に、定数内臨済の段階的縮小を目指す教員の中長期採用計画につきましては、6年計画の3年目において、小学校と高等学校では目標に向けて順調に欠保率の縮小が進んでおりますが、中学校と特別支援学校では欠保率が拡大しており、 この要因といたしましては中学校における特別支援学級の増加や特別支援学校の学級増などがあると考えております <laughs> こうした学級増や公立小学校の35人学級などの教員の採用数の増加要因がございますが職員の定年,定年延長制度の導入などの減少要因も今後見込まれることから教員の 採用を計画的に進めていくことで、中長期採用計画の最終年度である令和6年度に目標が達成できるよう取り組むとともに、それ以降につきましても、さらなる定数内臨済の段階的縮小に向けて、継続して取り組んでまいりま松葉委員、えー。知事、そして教育長、両トップに答弁もいただきましたが、あのーまあ、言いたいのは本当に子育て支援。 そして教育の関係のところの予算をしっかりつけていただきまして子どもたちのこれからの育ちをぜひ保障していただきたいと思いますので取り組みに期待をしております次に質問に入ります、はい、次に今年6月の議員立法で成立をした医療的ケア児及びその家族に対する支援法への対応について部局別審査に引き続き質疑をいたします私も以前医療的ケアが必要な子どもを持つ保護者から 子どもに医療のケアサポートが必要であり、地域の学校に通わせたいが、看護師等の専門職が配置できていないため、通学できないとの相談を受け、教育委員会とのやり取りをいたしました。県内でも多くの医療的ケア人への支援の拡充を望んでいる子どもたちがいるのではないかと思います。2017年度に行った厚生労働省の推計では、全国で約1万7000人、広島県では422人とされています。 部局別審査の質疑でも、広島県内における医療的ケアが必要な子どもの数、実態等の詳細が把握できていないとの担当部局との答弁もございました。そこで、県内における医療的ケアが必要な子どもの人数や状況の実態調査を行い、必要なケア、サポートを明らかにし、併せて保護者、家族の抱えている悩みもいや課題も把握した上で支援策を進めるべきと考えますが、 見解をお示しいいたただきたい健,健康福祉局長県では介護者の急速支援、いわゆるレスパイトケアの取り組みとして、医療型短期入所施設の開設とともに、医療ケア人に対応できる看護師、介護従事者の 人材育成や地域における相談支援体制の充実に向けてコーディネートの要請及び市町への設置促進に取り組んでいるところでございますこのような中本年9月の医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行を受けて今後様々な取り組みを行っていく上では各地域における医療的ケア児の数や利用しているサービスなどの生活状況保護者や家族 介助者のの抱ええるるる課題等にについいいてててできるだけ早い時期に必必要要な調査を実施しし把握していく必要があるものと考えております県といたしましては今後、他県の広域的、専門的な相談体制や、関係機関との連携、調整の仕組み等を参考にしながら、医療的ケア児支援センターの設置について調査研究を行うこととしておりますが、センター機能の基本となる家族などからの相談をワンストップで受け止め、 必要な期間等へつなげていく仕組みを構築するなど、医療的ケア児やその介助者が安心して生活できるよう、支援体制の整備に取り組んでまいります。またあのぜひ、今ありましたように調査をしっかりしていただいて、えー、広島における医療的ケアの必要な子どもへの保障については、寝、ま、ぼ、あ、ラから始まりまして、そして就学前、義務教育、そして18歳までのになるところまでの、 トータルサポートの体制を構築していたことを重ねて要望して、えー、次の質問に入りますこれもきます。最後にがん対策日本一に向けた検施策について質問いたします無局別審査の質疑の中で広島がん高精度放射線治療センターハイプラックの県内全域の自治体ごとの利用状況について発言通告をしていましたが答弁も折れましたので再度質問いたします知事もがん対策は非常に力を入れている 政策の一つであり特にがん検診の受診率の向上を掲げていらっしゃいます取り組みの成果もあり受診率は前回調査の2016年から2019年では5つのがんにおいてそれぞれ0.8ポイントから3.8ポイント向上し総死亡率も2019年は人口10万人当たり295.7人と47都道府県中9位と改善してきておりますがしかし何より大切なのは 予防、検視の先のがん治療が一番肝要だということだと思います。そこで、がん対策日本一の推進、総工費58億円で、県が設立した最先端がん治療医療施設、ハイプラックの全県に及ぶ効果的な運営に向け、何点か質問をいたします。答弁漏れであったハイプラックの2020年、市町別新規障害患者数の一覧表を後日いただきました。 総患者数610人中、広島市が483人で79.2%、私の住む県東部の福山市が9人、1.5%であり、宇宙市、人跡、高原町はともに0人で、23市町中12の市町が0人という状況でした。そこでまず2015年運営開始以来の全患者数のうち、広島県域、それ以外の医療県域の方々がそれぞれ何人利用され、その割合がどうで、 なっていいいるのかをお伺いいたします併せて、県内全域の医療圏において、高精度放射線のがん治療を希望する方が利用できるための交通費、宿泊費補助等の支援策の対応について、健康福祉局長にお伺いいたします健康福祉局長まず、広島がん高精度放射線治療センターの紹介患者数は、平成27年10月の運営開始から、 令和3年10月末までの期間において、3492名となっております。紹介元医療機関の所在地をベースにした二次保健医療圏ごとの紹介患者の内訳と割合は、広島県域が3137名で89.8%、広島西県域が76名で2.2%、呉県域が37名で1.1%、広島中央県域が26名で0.7%、美山県域が35名で1%、 福山府中圏域がが名名で美圏域が47名でとなっております。また、県外からの障害患者は85名であり、その割合は2.4%となっております。また、今後の支援策についてでございますが、昨今の医療技術の進歩により、がん治療の選択肢は従来の手術に加えまして、抗がん剤や放射線治療など対応化しております。 これらの治療を必要とする患者に適切な医療を提供するためには治療を選択する患者の視点も踏まえできるだけ少ない負担で治療を継続できるよう環境整備が重要と考えておりますそのためがん対策推進計画におきましてはがんとの共生を柱として掲げ拠点病院での相談支援の充実や企業と連携した治療と仕事の両立支援セミナーの開催などを進めているところでございます患者が安心して通院し治療をしながら働き続けるために 患者家族、医療機関等のニーズを踏まえ、引き続き環境づくりを進めてまいりたいと考えておりまますすよろししくお願いします終わります。